ピュアファッション。はい、今回はですね、新企画、バイヤーの極意ということで、ちょっとおそかなタイトルがついているんですけれども、この、まあ、業界というか、各お店さんにバイヤーの方たくさん、いらっしゃるんですけれども、各お店のこの方は、どういう基準でバイングをしているとか、どういう経歴があって、どういうお客様に向けてこうやっているのか、そういうバイヤーとしてのこの極意みたいなものを、どんどん聞いていく、新企画でございます。はい、新企画第1回目にふさわしすぎるゲストが来ておりますので、ちょっとどんどんハードル上げていきたいと思うんですけれども、ジャムスタッフの西口さんでございます。一発目なので、はい、ちょっとこれ西口さんがちょっとこけてしまう、企画倒れになってしまうので、ぜひむちゃむちゃ本当あげますね。あげさせていただくんですけれども、はい、もちろん皆様知ってる方ほとんどだと思うんですけれども、改めまして、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、現ビームセーフディレクターの西口と申します。よろしくお願いします。まあ本当にこう、まあ、簡単な経歴というかバイヤー歴としては、10年前に、上京しまして、アシスタントバイヤーとして、はい、まあ、就任というかオフィスに来まして、転勤になりまして、はい、まあ、そこから、まあ、2、3年でバイヤーになりましたので、はい、まあ、というのは、まあ、アシスタントバイヤーとは言っても、もうバイイングはさせていただいてましたので、はい、まあ本当今年でもう10年目になります。はい、まあバイヤーとしてっていう経歴で言うと、まあ相当な、いや多分長い方だとは思います。そうですよね。はい、まあ、10年間ずっとこの、まあ、ビームス F というレベル、そうです、そうです、10年間やっているっていうところですね。西口さんは実際その10年前にこうバイヤーになられ、アシスタントバイヤーになられて、まあ、僕もバイヤーやらせていただいてて、最初の時って今とは違 う苦労とか、うん、まあ、失敗というか、なんかこうできなかったところとか、逆に最初からこうやれてた部分とかってあると思うんですけど、実際にこのバイヤーになられた時って、はい、どういう心境でした？もちろんやりたくて念願のバイヤーだったのか。なんかやっぱりこうものすごいやっぱりハードルの高いというか、はい、まあ場所だったので、はい、自分の中では、そうです、ね、自分はそのもう当時売り場は関西でしたし、はい、一スタッフがこう、まあ恐れ多くてもその希望なんて出せないぐらい、あ、なるほど、それぐらいこう、まあ なんでしょうね、こう高いというか、はい、高みにあるような、そのポジションというと難しいんですけど、まあ恐れ多くて希望なんて本当出せなかったんですよ。はい、それぐらい、まあ洋服は好きですよ、はい、大好きなんですけど、いやいやお前がみたいな感じ。本当ですか。やっぱ、はい、なんかそれぐらい恐れ多い、崇高な場所というか、なんかそういうふうに自分は思ってました。だから希望はしてないです。そうなんですね。そこで西口さんがこう抜擢されたのって、まあ、ちょっと ご本人なんであれなんでしょうけど、はいはい、どういったところなんですかね。いや、おそらく、まあ、本当に洋服が好きだっていうことが ありまして、まあ、いろんなその資料とか、はい、なんかそういうのをこう本当に当時でいう、今だとエグゼクティブクリエイティブディレクターの中村にこう提出して見てもらったりとか、はい、個人的にコミュニケーションとか取らせていただいたんですね。あ、なるほど。で、まあ、それは本当にこう洋服をこうもう少しみんなに知ってもらいたいみたいな、はい、ところから、わかんないです、こいついいかもみたいな感じで思っていただいたのかなと、はい、今は思ってますね。はい、西口さんがそのバイヤーになられての、まあ、師匠というかアシスタントバイヤーのこと、上司の方がいらっしゃったと思うんですけど、その方はどうなったんですか。吉田です。ああ、吉田さんです。はい、実際その吉田さんと一緒にこう働くにあたってこう学んだこととか、うん、っていうのはどういう部分。やっぱりでも実際中村と、はい、ビームセーフはやっぱり中村と吉田と、はい、自分っていう、はいはいはい、
感じだったんですよ。で 3世代でこうバイイングに行くみたいな状態でし でして、まあ、今もそういう空気感はあるんですけども、はい、まあ本当にこう学んだというか、まあ、いろいろあるんですけども、やっぱりこう割とこう洋服屋さんってこう、はい、自分の好きが先行しちゃうっていうのが、はいはいはい、やっぱどうしてもある、はい、個人の好みとか、はい、まあ、そういうのだけじゃやっぱりダメだっていうのもすごく学びましたし、なんかそのまあすごくあの分かりやすく言うと、ちゃんと数字も見てないとダメ、はい、でもちゃんと物も見てないとダメっていうのが、はい、ありましたので、その両面からはそのあたりのことをもうみっちりと学ばせていただいたと思います。だから全部やれないとダメでしたし、その商品ラインナップを作るとか、はい、まあ、オーダーの数をつけるとか、はい、それもその実績を見ながら、どう売上推移を見ながらどう数をつけるとか、ね、うん、なんかそういう数字面ももちろんそうですし、はい、物を見る目っていうところも含めて、はい、そのまあ、自分のエゴでやってはいけないという、そうですね、そのお客様を見てやっぱり やらせていただくっていうことが、はい、まあ、基本には ものすごく学ばせていただいたなと思います。そうですよね、あのおっしゃるように、あのやっぱ自分のやりたいものやっても売れないことってありますもんね。そうですね、お客様を間違うと、うん、そうですね。実際あの前もあの中村さんに以前あの出ていただいて、でいろいろお話を伺ってたんですけれども、やっぱ中村さんがおっしゃってたのは、本当にまあ長年こうまあディレクター、バイヤーからディレクターやられてて、ずっとこうものをあの何年もこう見続けてきて、で今こうシーズンごとのまあ仕事のルーティーンとかそういうのがもう出来上がって、じゃあ次のシーズンはこれが流行るんじゃないかとか予測がこうできてきたから、あのまあ僕も見続けた方がいいよってアドバイスいただいたんですけれども、うん、あの西口さんがこのバイヤーの業務の中でこう時間をかけてるところとか、まあ、大事に注力してるところっていうのはどのあたりですか？うん、そうですね、めちゃくちゃ難しいんですけどまあでもやっぱりこう四六時中洋服のことを考えるっていうことだな気がしてますね。まあそれはもうその仕事柄っていうよりはもう自分がそういう脳みそになってるっていう状況だと思うんですけど、うん、まあその本当に四六時中そういうことを考えている、うん、ずっと考えてるので、なんかそれがこうオーダーの時に、はい、まあなんか新しいものが生み出せたりとか、うん、そのあこれが今いいんだろうなとか、うん、そういうこともすごい含めてですね。だからまあいろんな洋服屋さんを見るっていうのももちろんすごい大事ですし、はい、まあそれも一つのその自分のウィメンズのショップさんを見させていただくとか、はいはいはい、まあ本当くまなくそういうところにこう自分のまあ情報も含めて、うん、入れるっていうのは大切にしてますね。はい、じゃあもう日々のこうもう生活の中からアイデアをこうまあ、拾っていくっていうようなことをもう常にこう自然とやられてるっていうイメージですね。そうですね、もうだから24時間365日、はい、洋服のことを多分考えてる気がしますね。あの前回 あの、まあ、ビームさんとこう一緒にイベントやらせていただいた時に一緒に発注化していただいたじゃないですか、はい、であの時にやっぱり西口さん この引き出しの多さはあの本当にこう勉強になりますし、全然です。まあなんかめっちゃアイデアって自分でもこう持っていきますし、あのけどそれってこの場でアイデア出しても叶わないこともありますし、ちょっと違うかもなっていうのもたくさんあるじゃないですか。そうですね。そうです。ただそのこうじゃあ違うのこうしてった方がいいなとかっていう中でこう西口さんのどこでもこう引き出しが空いてるような気がして、あそうですか。はい。はい、そこはなんか本当にこうすごいなって改めて思いましたし、いやいや。参考になりましたね。ジグさんが今までこうやってきた中で、なんかその自分がやってきたことが形になったというか、はい、まあ、すごく売れたものというか思い出に残ってるブランドアイテムみたいなのって、つぐらいの時の何とかっていうの
あれば。そうですね、なんかあの思い出深いものというと2016年に、はい、ビームセーフは1976年に、はい、あの発足したレーベルなんですけども、はい、2016年40周年を迎えたんですよ、はい、で40周年の際に、やっぱ40周年スペシャルみたいなものをやっぱり作ろうよみたいな話で、はい、部で盛り上がりまして、はい、それでこうも、まあ、たくさんやったんですね、はいはい、たくさんやったんですけども、まあそれぞれよく本当にあの皆様にあの受け入れていただいてすごく売れたんですけど、その一つにそのブレザーがあったんですよ、はい、でその時ぐらいにちょうどブレザーブームがもう出始めるぐらいのタイミングで、はい、なんか 第4期ぐらいのブレザーブームなのかな、はい、ちょっと僕はその80年代とかだと小学生とかだったりするので、はい、ちょっとわからないんですけど、そのブレザーブームが来るであろうっていうタイミングの時に、ビームセーフは 40周年1976年発足のその当時にブレザーを作ったのはリングジャケットはい、トさんだったんですよ、はい、で当時はやっぱりちょっとこうスクエアっぽいショルダーで構築的で、まあ、着丈も長くて、まあ、今とは全くその形の違うようなものだったんですけども、まあ、それを今 その時代感に合う2016年 の、 そのアップデートしたブレザーをやっぱり作りたいっていうことで、中村ともその当時の裏地とか生地とか、はい、なんかボタンまでその想像というか聞いてリサーチをしてで完成させたっていうブレザー、まあ、今でも実は定番でずっと売ってるんですけど、はいはいはい、当時の生地で裏地もボルドーだったりする赤っぽいボルドーだったりするんですけど、なんかそういうのはすごくこう未だに愛されてる商品として、なるほど、はい、もちろんアップデートしていかないとまだダメなんですけども、はい、その頃からもう5年経ってますんで、はい、でもなお売れているというか、そうですね、未だにすごく、はい、ご愛顧いただいてシングルダブル当時の生地で当時のボタンでみたいな感じで作ったハンドラインのブレザーとかは今日、まあ、すごく思い出深いです。なるほど、しかも長く売れる商品を作るのって大変ですもんね。この次の年にこうトレンドだからってこう売れていくものと、うん、長く定着するアイテムってまたちょっと違うじゃないですか。そうですね、そうですね、そこをこう作っていくのが一番こう難しくもありですね、そうですね、実はすごい難しいですね。そうですよね、まあ、どう提案するかっていうのももちろんあるとは思うんですけど、はいはい、西口さんがこうやられていく中でもう10年あの今はもう業界のトップバイヤーですけども、ね、10年やられていく中であの経験もできていて、じゃ5年前のマーケットと今結構マーケットがこう変わってきてるって言われるじゃないですか、難しくなってきて、はい、そうですね、それに対してこうあの、まあ、マーケットの変化に対してのバイヤーとしての仕事のスタンスというかあの見るところが変わっているのか、あのそれとも今のマーケットと昔のマーケットがに対してやることは変わらないのかとかっていうのはどうですか、まあ、マーケットの変化に対してどういうふうに取り組んでいるか。やっぱり5年前から今っていうもの、はい、って考えた時にやっぱりその大きなトレンド、はい、これが次来るぞみたいなだとみんなそれに行くぞみたいな感じの流れっていうのは多分今もうほとんどなくなった、はい、すごく 弱くなったというか、うん、もう少しこうお客様個人個人のそのスタイルとかパーソナルなこうものがすごく大事になってきた時代だと思うんですよ、うんうん、だからそこに、どういう商品を当てていくか、まあ、伝えていくかっていうのはすごく大事だと思っていまして、そこがすごく大きな変化だと思います、うん、もう5年前のというふうに考えると、はい、なのでそのいろんなお客様がいらっしゃってその方々にのどこか金銭に触れるようなその商品を作り上げるっていうことがすごく大事ですし、はい、なんかそこにこう、まあ感動してもらえるようなものを作るっていうことが僕の使命かなと思ってますね、はい、それはやっぱり洋服が好きじゃないと、うん、その作り込めなかったりとかそこまでいけなかったりとか伝えきれなかったりっていうのが
っぱりあるので、はい、そこをすごい心がけてますね。そうです、うん、なんかすごく大事なポイントかなと。西口、まあ例えばですよ、西口がこんだけ言ってるんだったらちょっと買ってやろうかなみたいな、はい、思ってもらいたいっていうか、うん、ここまでこいつが言ってるんだったらじゃあ買ってあげようかなみたいな風に思っていただけるような、はい、その商品作りが大切かなと思ってますね、はい。まあ、買うとか品添えするだけじゃダメですもんね。そうね、今確かにおっしゃるようにどう伝えるかとか、まあ、西口さんはそれがこうできる人というか、まあ、いやいやいや全然、はい、その西口さんのキャラクターも含めて の品揃えだと思うんですけど、最後にこの西口さんのこれちょっと一発目なんですけど、うん、これ皆さんに聞いていこうと思ってるんですけど、はい、西口さんにとってバイヤーとは何ですか？マジですか？ちょっとかっこいい、ちょっとかっこよくなくてもいいですよ、西口さんにとってちょっとハードル上げるわけじゃないです。これちょっと皆さんに聞いていこうと思ってます。西口さんってバイヤーとは？いや、短くかっこいい言葉とかで言いたいですけどね。そうですね、まあでもやっぱりこうその洋服愛がそのを伝えられる仕事だと思うんですよね。そのもう洋服が好きで好きで仕方がなくて、おそらくそのもう本当に一般の方とはおそらく比べ物にならないほど洋服が好きな人がやっぱり魂を込めてその洋服を作り上げていく、でそれを伝えていくっていう仕事だと思います。バイヤーはなんかそれができる人にできる人というか伝えていくべきですし、そうすることでその洋服をそのお客様がお召しになられた時にまあ幸せになる、なんかその洋服で人を幸せにしたいっていう、そういうバイヤーでありたいっていうふうに思います。あれですね、僕も勉強になりますね。なんかちょっとすごい抽象的なんで、いやいやいや、はい、もうちょっとなんか2分ぐらいかっこいい行きたかったんですけど、全く、はい、すみません。これから出られる方はもしかしたら準備してこられるかもしれない。僕は全然今回初回で全く台本もなしなんで、はい、すみません。お忙しい中ありがとうございます。あ、いえいえ、ありがとうございます。本当に多分皆さんも非常に貴重な面白いお話だったと思います。またビボファッションいろいろやってきますので、ぜひまた見ていただければと思います、はい、ありがとうございます。はい、それでは、本日は、この辺りでしたいと思います。チャンネル登録並びに高評価ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。西口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。